ザ・オースセンター・フォー for Health and Healing Oregon 健康科学大学は、アメリカ合衆国オレゴン州の公立大学。ポートランドに3つの病院を構えるメインキャンパス、ヒルズボロに小規模なキャンパスを有する。1974年、オレゴン州内における、私学教育、医学教育、看護学教育の単一機関への集約を目指し、オレゴン大学健康科学センターとして開学した。 1981年にオレゴン健康科学大学へ改称した後、2001年にオレゴン科学技術大学院大学を吸収し、現在の名称となる。オレゴン州立大学と共同で薬学博士号を授与する、薬学教育を実施するなど、いくつかの提携プログラムを展開している。メインキャンパスは、ホームステッド地区南西部のマーカムヒルにあり、 医学部と二つの定型病院を構えている。オレゴン健康科学大学病院は、レベル1外傷治療センター及び、総合病院である。デュア・ビチャー小児病院は、小児医療や長期慢性疾患を抱えた子供の治療を専門とする小児病院である。ポートランド福音軍人省医療センターは、オースキャンパスの隣に立っている。この病院は、 アメリカ合衆国福音軍人賞が運営しており、オースからの援助は受けていない。1992年、同病院とオース病院との間に歩道橋が設けられた。この歩道橋は全長で660フィートあり、北、アメリカで最も長い吊り橋型の歩行用スカイブリッジとなっている。ヒルズボロのキャンパスは、旧オギの敷地に設けられた。このキャンパスは、 大学院レベルの理工学教育に特化しており、オレゴンシーコンフォレストの心臓部に位置している。オースは多くのポートランド都市圏全域に外来初期治療施設を構えており、その一つにマーカムヒルキャンパスのフィジシャン、エスパビリオンがある。また、1998年からワシントン郡のオレゴン国立霊長類研究センターを管理している。 マーカムヒルキャンパスの拡張予知の減少に伴い、2003年にオースはサウスウォーターフロント地区への拡張計画を発表した。ポートランド南部からマーカムヒル東部までのウィラメット川沿岸が具体的な拡張地域となる。既存の平面道路は2つのキャンパスを連結させるには不十分であると考えられたため、2006年12月1日、キャンパス同士を結ぶロープウェイ、 ポートランドエアリアルトラムが建設された。オースの起源は1867年にセーラムで創立したウィラメット大学医学部まで遡る。最初のキャンパスは1917年にオレゴン・ワシントン鉄道海運から20エーカー、旧オレゴンジャーナルを所有していた家族から88エーカーの寄贈により設置された。その土地はもともと鉄道駅建設のために無調査で、 購入されたが、球場のため危険説が不可能だった。近年、動物権利団体、動物の倫理的扱いを求める、人々の会は、オースの羊を用いた研究をめぐる議論を引き起こした。同研究は、オレゴン州立大学との共同で行われ、性交渉相手の思考に関する、生物学的メカニズムを理解するように設計されている。これらの実験は2008年まで、 公共助成金で援助されている。オース、アン、ヒストリカルクロノロジー、ハットオレゴンゲーシープエクスペリメントチャレンジド、バイテニスチャンプ、ハットシアトルタイムズ、防音ゲー、ハウバイオロジーメイ、ドライブオリエンテーション。ありがとうございます。